こんにちは。インターネットサービスプロバイダーのアットニフティです。今回はネットが遅い時にできる12の改善方法をご紹介していきます。回線速度が遅いと感じている人は参考にしてみてください。それでは早速いきましょう。ネット速度に影響を与えるのは、大きくパソコン側とネット側の2つの環境に分けられます。パソコン環境で見直すべき項目はこの5つです。順番に見ていきましょう。1. パソコンのスペックを見直す。パソコンの性能は CPU、メモリ、HDD の3つによって大きく変わります。CPU はパソコンにおける脳や手足の役割を持っており、高性能なものほど処理速度が上がります。 Core i3 以上のものが理想です。メモリはパソコンにおける作業デスクの役割を持っており、作業デスクが狭いと作業が遅くなってしまいます。快適に処理するためには 4GB 以上のメモリが目安です。 HDD はパソコンにおける本棚の役割があります。保存したデータを出し入れするのに本棚がいっぱいになっていると処理が遅くなってしまいます。データを保存するストレージには HDD と SSD の2種類があり、 SSD の方が処理が早く静音性にも優れています。 256GB 以上あると理想的です。 2.OS の状態を最新にする。 OS のアップデートを怠り、古いままにしておくと速度が遅くなる要因になります。セキュリティ的にも良くないので、OS のアップデート情報が出た時にはすぐに更新しておきましょう。 3. 利用するブラウザを見直す。検索などウェブサイトを閲覧する際にはブラウザによっても表示速度が多少異なります。 Chrome や Chrome と同じシステムを利用している Microsoft Edge などがおすすめです。 4. ブラウザのキャッシュを削除する。キャッシュは同じページを開く際に早く表示するための一時データです。表示速度を速める一方で、ためすぎると処理速度が遅くなるので、定期的にキャッシュを削除しましょう。 5. セキュリティソフトを見直す。複数のセキュリティソフトを入れていると速度が遅くなってしまいます。またウイルス感染していた場合にも速度が遅くなるので、パソコンの状態を確認し、必要であればセキュリティソフトも見直してみましょう。続いて、ネット環境で見直すべき項目はこの7つです。順番に見ていきましょう。 1. モデムやルーターを再起動する。一度起動したら電源を切ることのないモデムやルーターは熱がこもって一時的な不具合が起きやすくなります。時間を空けて再起動することで不具合が解消し、速度が改善することがあります。 2. 無線 LAN ルーターを見直す。自宅で Wi-Fi 接続するために利用している無線 LAN ルーターには規格があり、規格に応じて最大通信速度が異なります。最大通信速度 1Gbps の光回線を利用している場合には 11AC 以上のスペックが理想です。またルーターの置き場所によっても速度が変化するので注意しましょう。詳細は Wi-Fi ルーターの置き場所はどこが良い、最適な設置場所を解説、置き方を変えるだけで簡単に Wi-Fi の速度がアップをチェックしてみてください。 3. 無線 LAN 中継機を利用する。宅内環境の問題で Wi-Fi ルーターとインターネットを利用する場所が離れている場合には Wi-Fi の電波が届いていない可能性があります。その場合には中継機を設置することで電波を届きやすくしてみましょう。 4. LAN ケーブルを見直す。LAN ケーブルもルーターと同様に規格があり、規格によって最大通信速度が異なります。高スペックのネット回線とルーターを使用していても 100Mbps しか出せない LAN ケーブルを利用していれば速度が出ません。カテゴリー6以上の LAN ケーブルになっているかチェックしてみてください。 5. 利用する時間帯を見直す。同じ時間帯にインターネットを利用している人が多くなると改善の混雑が起きて回線速度が遅延する原因となります。インターネットを利用する時間帯を変えてみることで速度が改善する可能性もあります。 6. IPv6 を利用する。インターネットを利用する時間帯を動かせない人は IPv6 の導入も検討してみてください。
IPv6 は新しい接続方式で回線混雑の影響を受けにくく通信が安定します。7、光回線を利用する。最近はモバイルルーターやホームルーターなども増えていますが、通信速度や電波の強度を考えると有線で直接インターネットを引き込むアットニフティ光などの光回線がおすすめです。通信制限もないので安心してインターネットを利用できます。アットニフティ光の特徴は、光回線ならアットニフティ光で決まりで紹介しているのでチェックしてみてください。最後にまとめです。インターネットが遅いと感じた時にできる12の改善方法。パソコン環境で見直すべき項目は、その1、パソコンのスペックを見直す。その2、OS の状態を最新にする。その3、利用するブラウザを見直す。その4、ブラウザのキャッシュを削除する。その5、セキュリティソフトを見直す。の5つです。ネット環境で見直すべき項目は、その1、モデムやルーターを再起動する。その2、無線 LAN ルーターを見直す。その3、無線 LAN 中継機を利用する。その4、LAN ケーブルを見直す。その5、利用する時間帯を見直す。その6、IPv6 を利用する。その7、光回線を利用する。の7つです。この動画を参考にネット速度が改善するか試してみてください。このチャンネルでは、インターネットに関連する内容やニフティのお得なサービスを紹介していきます。この動画が良かったと思ったら動画にいいねとチャンネル登録をお願いします。